今日のお話は月夜の約束夫との関係に悩む主人公が月夜に訪れる神秘的な庭で運命的な出会いをするロマンチックな物語というお話をします月明かりの下で主人公雪は 東京の忙しい生活から逃れるように、夫との関係に疑問を抱きながらも、心の休息を求めて京都の古い宿に滞在する。彼女はこの地に強い憧れを抱いており、との静寂と美しさが心の平穏を取り戻す手助けをしてくれることを願っていた。到着した夜 雪は宿の庭でふとしたきっかけから不思議な光に導かれるようにして隣接する古い庭園に足を踏み入れる神秘的な庭の出会い庭園は月明かりに照らされ幻想的な雰囲気を漂わせていた雪がその美しさに心奪われていると突然 庭園で働く謎の男性、ケンと出会う。ケンはこの庭園の管理人であり、夜な夜な庭を散策するのが彼の日課だった。二人の出会いは偶然のようでいて、何か特別な意味を持つような不思議な感覚に包まれる。キはケンとの会話の中で、 彼の深い知識と庭園への愛情を感じ取り、心惹かれていく。剣もまた、雪の穏やかな雰囲気と彼女の内面の美しさに魅力を感じ始める。秘密の夜の対話。雪は滞在中、毎晩のように庭園を訪れ、 剣と深い対話を交わすようになる。月夜の美しさの中で、二人はそれぞれの人生、夢、そして失望について語り合う。剣の言葉から、雪は人生における小さな幸せの重要性を再認識し、自分自身と向き合う勇気を得る。剣もまた、 ゆきの純粋な心に触れ自分の過去の傷を癒すきっかけを見つける2人の間には言葉以上の深い理解と共感が芽生え始める心の迷いと葛藤しかしこの新たな出会いがゆきの心に迷いを生じさせる 彼女は夫との関係に未解決の問題を抱えており、剣への惹かれる感情がその葛藤を一層深める。一方、剣もキに対して特別な感情を持ち始めていたが、キが既婚者であることを知り、自分の感情と正直に向き合うことに苦悩する。二人はこの感情の行方に戸惑いながらも、 お互いにとって大切な存在となっていく真実への道ユキはケントの出会いを通じて自分の内面と深く向き合うようになる彼女はケンからの励ましを受け自分の心に正直に生きることの大切さを学ぶある夜庭園でケンと語り合う中で ゆきは夫との関係における真実と向き合う決意を固める彼女は県への感謝の気持ちを伝え自分自身の問題に真正面から取り組むことを誓う選択の時ゆきは京都から東京へ戻り夫との関係について真摯に話し合う。 二人の間の誤解と未解決の問題に対処する過程で、ユキと夫の間に新たな理解と信頼が生まれる。一方で、ユキはケンに対する特別な感情を胸に秘めつつも、彼との関係を深い友情として大切にすることを選ぶ。ケンとの別れは苦痛であったが、 ゆきは自分の人生と結婚に新たな意味を見いだし前向きな一歩を踏み出す心の解放ゆきは夫との関係を再構築し二人の間に新しい愛と理解が芽生える夫と共にゆきは再び京都を訪れ ケントの特別な時間を思い出しながら、自分自身の成長を感じ取る。彼女はケントの出会いが自分にとって大きな意味を持ち、人生の新たな章を開くきっかけとなったことを認識する。ユキと夫は、関係の中で互いに成長し、支え合うことの大切さを改めて理解する。 永遠の約束最終的にユキはケンと再会し彼女の変化と成長を伝えるケンはユキの幸せを心から祝福し二人の間の深い絆は変わらないことを確認する月明かりの下古い庭園で ユキとケンはお互いに対する感謝の気持ちを共有し、これからも人生の大切な友としてお互いの幸せを願い合う。物語は、人生の旅路において出会う人々が、どのように自分自身を形成し、成長させてくれるかというメッセージを残して終わる。 以上で月夜の約束の物語は完結しました。次回の物語は残された手紙の秘密をお送りします。お楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。